俳優の役所広司68と土屋太大鳥29が7日大阪市内で行われた映画八犬伝25日公開プレミア上映会に曽根文彦監督と共に登壇した。主人公滝沢馬琴を演じた役所は大阪でも存在感を発揮、かつて全国を舞台で回った経験に触れ、笑いについては厳しかった。大阪に来ると笑いが薄かったと苦笑い、約1年半ぶりの来阪だと言い、行きたいところですか、ナンバグランド花月ですね、転ぶところを実際に生で見たいですねと新喜劇に興味津々。観客とのピッチインでは浮世絵師葛飾北斎内野正明とのやり取りについて質問が寄せられ、吉本新喜劇を上回る笑いだと思うと絶賛が寄せられると、役所はユーモアは大切にしたいと思っていたとにんまりだった。